今日は、久しぶりに筋トレ動画いきたいと思います。40歳からの筋トレ、今日はですね足トレでいきたいと思います。もうこの貧弱な細い足をちょっと太くしたいと思います。スクワットなんですけど、ちょっとまあ動画見て分かってもらえるかどうか分かんないですけど、肩で担いで、でこう四頭筋狙い、ほぼ四頭筋ばっかりで上げるっていうやり方と、もう割と背中の方で担いでちょっと前傾でやって、まあハムストリングとか、まあお尻の方とかも効かせるっていう、ちょっと一応2種類やってて、まあそれ3セットずつ、6セットやってます。トレーニング終わって、もう足トレヘトヘトですね。最後ちょっと二頭も軽くやりましたけど、まあ、筋トレ後にやっぱり少しはいつも炭水化物カーブを入れようとはしてるんですけど、今日はね足トレということもあり、まあ、いつもより多めにちょっと取ってもいいかなっていう感じなんで、このジムの目の前にありますね、こちら。なんか今まで知らなかったんだけどね、金八食堂っつってね、なんか魚とか、まあ、肉とか、なんか生姜焼き定食とか、なんか定食が食べれる店がなんかあって、これどうですか？なんか、まあ、肉、魚でちょっとタンパク質取りながら、で白米でちょっと今日、まあ、せっかく足取りやったんで。多少いつもより多めに取りたいと思います。まあそれで今日のトレーニングで、トレーニング後の食事とで終了ですね。じゃあまた次の動画で